それでは今日のメールのテーマに行きましょう。今日はこちらです。はい、今日のメールのテーマはおせっかい。はい、今日はおせっかいというテーマです。ラジオネームトゥーパンプさんから早速いただいております。はい、おせっかいには良い意味とそうではない意味がありますが、うん、良い意味の方で思い出すのは私の第二のふるさとポーランドの話です。はい、この国の人たちはとにかく世話好き、困った人のために何とかしようという国民性を感じます。うん、それはウクライナの支援でも分かりますよね。例えば、日本人駐在員の奥さんが真冬に帽子をかぶらせずに小さな子供を外に出していると、赤の他人のおばちゃんが帽子をかぶらせないと子供の頭がダメになっちゃうよと大きな声で注意をしているのを何度も目撃しました。うん、ポーランドの冬は、摂氏0度で今日は暖かいねと挨拶するほど厳しい寒さなんですよと。あら、寒そう。だから必ず毛糸の帽子をかぶって外出します。はい、昔の日本も下町では子供は地域のみんなで育てるような習慣がありました。うん、ポーランドのおばちゃんたちはまるで昔の日本を見ているような気がしましたということですね。ああ、そうね。今ね、子供とかにその帽子かぶった方がいいよとか言ったらさ、うん、なんか怪しまれちゃうかな。そうですよ、ね、足みんなに言っていこうかな。ほら、もっとズボン履きなとか長袖ヒートテック着なとか言って歩こうかな。ズボン履きなはな。でも半ズボンの子とかもいるじゃん。長ズボン履きなって。そういうこと、そういうこと。ヒートテック着なって。そう、なんで中が分かる。子供は薄着だからさ、うんうんうん、寒くてもさ着ないじゃん。うん、もうジャンバー着なって言ってもさ、うん、着ないで走って震えたりするからさ、うん、ダメだよそんな。ねえ、わからない子に声をかけたら。でもこの前なんかイベントに子供が見に来てくれて、はい、なんか寒そうだったから、はいはい、足のジャンパー貸してあげるよって言ったら逃げてっちゃったよ。うん、やだーって嫌でしょ。なんでいいジャンパー。見ず知らずのね。いや、見ず知らず、見ず知ってる子供だったの。あ、そうなんだ。足の、はい、知ってる子が、そう、足見に来てくれた子がいて、はいはい、なんかね、薄着なのよ。うん、寒そうにしてるからさ、うん、貸し上げるよって言ったのに、うん、そう、うん、あ、そんなの着ないって言ってどっか行っちゃった。あ、その子にとってはありがたい役だったんですよね。いや、照れたんじゃない？照れたことにしといてよ。しとくよ。しとく。いい話ですね。でもね、こうみんなで守っていくっていう、ね。そうですね。うん、